こんにちは、幸せでございます。本日はですね、以前潜水士試験合格しまして、そのね、免許申請してまして、ようやくね、免許が届きました。まあこれですね、見えるかな？ちょっとピントが合わない感じですかね。一応潜水士のところと2級ボイラーのところに、1っていうのがついてますけど、どうですかね？見えてますかね？まあこれね、まあとりあえず取得しましたよと。いうことですね。はい。まあ、とりあえずね、まあ、潜水士の資格、証来ましたよと、いうことで。まあ、もう、まあ、おさらいにはなるんですけど、一応テキストはね、これ使ったんですけど、ちょっとこれだけではやっぱ心もとないんで、インターネットでね、潜水士、試験勉強とかって調べるとね、潜水士試験のね、あの学習サイトみたいなのが出てくるんで、それを、まあ、主に、それを見て主に勉強したかなっていうような感じですね。まあこれだけでもまあで、やれん、合格できんことはないと思いますけど、ちょっとね、危ういかなっていうのがあるんで、その、要は合格、なんつうのかな、勉強サイトを見た方が、まあ合格に近づけるかなっていうような、感じですね。はい、まあということでね、この労働安全衛生法による免許証ということで、私ね、2級ボイラー取った時、まあ東京労働局に交付されたんで、多分今回も東京労働局の交付にはなったなと思うんですけど、やっぱこれ見てるとね、なんかいろいろ私でも取れるというか挑戦できる資格が結構あるから、取りたいなと思いますよね。例えばですけど、ガンマ線とかね、X 線とかも私でも多分その一応、取れると思うっていうか、なんつうのかな、受験資格ないはずなんで、これも取れるし、一圧か。一圧はね、確か、私、第三種冷凍機械責任者あるから、それを持っていけば、なんか、特定一圧作業かなんかの資格も多分付け加えてくれると思うんだけど、でもなかなかね、平日休めないからさ、なかなか、いけないんだけれども、でもそういうのも取れるし、まあ、あとはあれだよね、この辺はもう全部なんかその試験合格したけど、実務経験がないと取れないっていうのばっか多いのかな。例えばこういう葉っぱ技師とかさ、そうだよね。ガス溶接もそうだよね。まあ、一級ボイラーとかもそうだし。でね、第一種衛生管理とか、第二種衛生管理とか、これはさ、なんかその実務経験みたいなのがいるんだけど、まあ私は多分取らせてくれないと思うんでね。なかなか厳しいかなっていうの感じですけれども。ただやっぱこれ見てるとガンマ線、X 線、このあたりはね、私でも多分受験資格あると思うんで、ちょっといつかね、挑戦したいなーなんていうふうに思ってますよね。まあ、2級ボイラーと潜水士取ったんで、もうあとはガンマ線と X 線、この辺取れれば、いいかなーなんていうふうに。もうこの、なんつうかな、労働安全衛生法による免許証に関してはもう、これで終了かな。あとは、X 線とガンマ線だけで終了かなっていうような感じですよね。はい。まあ、ということでね、まあ、また、この私のね、資格カードがもう一枚ね。まあ、一枚というかもうこれ2級ボイラー持ってたから、別に枚数は増えないんだけれども、ただね、一つまた書き加わったということで、なんか嬉しいですよね、こういうの来るとね。まあ、ということでね、私、まあ一応ガス溶接の、なんだ、技能講習持ってるんで、潜水士の資格とガス溶接の資格っていうのはなんか、資格の組み合わせみたいな感じでね、組み合わせ技一本みたいな感じで、使えたりするんでね、なかなか面白いなと思いますけれども。でもね、なかなかそんな求人ないよね。私も一回調べたんですよ。潜水士とガス溶接愛知県みたいな感じで、求人調べたんですけど、なんか一箇所ぐらいしかなかった。一箇所はね、求人出てた。確かに。なんかそのなんとかその建築関係の会社なんだけど、やっぱそういうなんつうのかな、公安関係の多分建築をやってるであろう、ところで、まあ一応なんかその、ね、潜水士資格者と、あとはガス溶接の技能講習者募集みたいな、一個だけありましたね、愛知県。もしかしたらね、東京の方とかね、結構護岸工事がね、進んだりするから、あの辺ね、東京湾とかいいのかもしれないんだけど、愛知県はね、一箇所しかなかったですね、残念ながら。あんまり求人はないのかなと思うんですけれども、まあでもね、こういうのあるとまた面白いかなと思います。はい、まあということでね、まあ本日はまあ短いですけれども、まあまた資格カードがね、1枚届きましたんで、まあご報告ということを言ってます。はい、まあまたね、まあ試験の方いくつかありますんでね、まあどんどん頑張って、今年もね、ザクザク取っていこうかなと思います。ということで皆さんも頑張りましょう。それじゃあ、バイバイ。